日本科学未来館の展示、そうだな、日本科学未来館の展示か、日本科学未来館の展示。いや、季節はね、感じたいと思ってたから、まあ、こう辻さんとずっとインスタレーション一緒に組んでて、季節ごとに展覧会の、なんだろうな、メインの計算機と自然のビジュアルがこう変わるように組み込んでいくんだけど、まあ、それはすごく大切なことで、季節を感じなくなるとやっぱ時間感覚なくなっちゃうし、季節を感じるためにじゃあその、まあ、展示がずっとあるけれど、その中で時間の感覚と、季節の感覚を忘れないようにその作品を作っていくっていうのは非常に面白いなと思って、でこういう展示では珍しいんだけど、まあこれをずっとアップデートし続けるっていうのが展示プランに組み込まれてて、まあ切れたら切るし、切れたら嬉しかったらそのって感じですか。それ以上ですか。ここもちょっと切りたいんですよ。あ、こっちがこの手が下の空間空いててほしくて、うん、もうそこそこ空いててほしい。あ、空いててほしい。この辺にいつもあれですよね、あの極限にまで会話を減らして感覚でやるじゃないですか。感覚やります。それがいいっすね。そうですよね。言葉でこう説明できないところでね、インプロでこのクリエーションクオリティ上げるから、ここちょっと空いててほしいんですよねみたいな感じのコミュニケーションが毎回されてます。いつも楽しみ、非常に楽しみ。特に今回やっぱ雰囲気とあと植物の匂いがね、やっぱ触れないものが増えた分匂いあるのいいですね。だんだんだから夏に向かってこう植物の力がバーッと上がるときに匂いが増してくるんで、なんかやっぱ下すっきりするとちょっといいですね。晴れやかな感じ。また6ヶ月後ぐらいに土台変えようと思ってます。で、監修してる中にやっぱり時間の変化、解像度が時代とともに変わっていくことをどうやって例えば10年の展示で、それを補っていくか、常設展だから常設作るってなると、いや今まで期間の展覧会は結構やったことあるし作品は作ってきたけど、常設でかつまあすごいたくさん子どもたちとか、まあ、世の中の人たちが見に来て、かつそれが僕っていうことを感じる展覧会っていうよりは、まあ、計算機とか、まあ、この世の中でどういうことがあるんだろうっていうのを例えば学んだりとか、あと社会を通じて体験したりみたいなことをやる機会っていうのは初めてだったんで、それをね、なんかかなり意識したところがあると思うんだよね。だから計算機よく、まあ、テック側の人に僕見えるんですけど、テックはもちろん使うし、逆にテックむっちゃ研究したりもするけど、でもアートやるときって、ね、やっぱテックのことだけを考えてるわけじゃないし、でテックをどうやって使いこなすかってことも重要だし、テックを新しいのにつけることも大切だし、ただそうやっての中で、まあだからテックだけで語れないことはもちろんたくさんあるし、テックを語らないでいいわけはないし、でこの間の距離っていうのはなかなか難しいところで、だからそういうような作品っていう観点では、まあ、例えば楽焼きがあったり、そうだな、ダルマあったりとか、まあ、そういった複数のものがこう噛み合ってできてる展示ではあるんだよね。だから高柳式テレビの頃からこう回って絵が見えるっていうことをこう見ながら、アナログのサンプリングとデジタルのサンプリングどう違うかっていうのをこう比べてみたりとか、もちろんディープラーニングで顔を生成したり自然がこう露呈する様子を作ったりみたいなことはしてるんだけど、その上でじゃあ例えば風鈴のことを忘れたりとかお茶のことを忘れたりしてはいけないし、そういったものって何だろうってだから考えて作って、やっぱ自然のことを大切にしている展覧会であることは間違いないと思うんだよね。で計算機としての計算機としての最初の入り口のところにあるさ、丸三角四角か、あのこの世界の全てみたいな表現、あれはまあ面白いし、ある書家の師匠さんに書いてもらったんだけど、でそういうのをじゃあ光を吸収する塗料で作ったら、じゃあそれ立体物だけど平面に見えるかなとか、じゃあそれって立体の感覚なくなるかなとか、まあそう人間の視覚と2次元とか3次元の形ってどうやって間の関係性あるんだろうみたいなところを作ったりとか、まあそう一個一個を見てっても、例えば百人一首を取ろうとする畳が印刷でできてたりとか、
例えばおみくじと決定儀ってなんか似てるよねって考えてみたりとか、まあ、そういった当たり前のことなんだけど、普段僕が生活してる中で当たり前のように感じること、おみくじが木に結ばれてたら、あ、これっていうのはある確率事象で決定儀に物が結ばれちゃうんだなって。決定儀は手法だけど、本当に木に確率事象を結びつけるなんて、なんでロマンチックなやつなんだとか思ってるわけですよ。で、あの感覚っていうのをこう、じゃあどうやったら表現できるかなみたいなことをずっと考えてるわけで、まあその中で出てきてるものはやっぱり多いよね。まあ最適化計算して鳴る鉄筋がなんかちょっと音が外れてずっと鳴ってる様子とか、やっぱり空間の中ですごく、なんだろう、いいトーンではない、ただこの雑味が入ったトーンをあえて計算機でトーンを生成しようとして出てた雑味っていうのがやっぱ絶妙で、計算機である音を出そうと頑張って最適化計算をした末に、その最適からかから外れた音っていうのがしてて、それをね、この追い切れるロマンと追い切れないロマンの間でこう感じるものってあるじゃないですか。そういうのをこうじっとね捉えると、やっぱ、計算機好きだなと思ったりとかするよね。まあ、ニューラルネットの話をするんだったら神経細胞の末端と見たいじゃない、そういうようなのを見たりとか。じゃあ例えばこんだけリアルバーチャル言ってたけど、じゃあ本当にバーチャル実質上ってなんだろうって言って、ボールマトリックスミラーってあのミラーで見えるようなやつをこう置いてみると、まあ、確かに触れないけど、そこには十分なライトフィールドっていうか、まあ、光のなんだ実像がここにあって、でそれをこう見てると、じゃあ実質と物質ってなんだろうとか、ノミナルとバーチャルってどう違うんだろうとか、名目上と実質ってどう違うんだろうとか、そういったことを考えるように作っていったりとかしたんだよね。で、まあ3年ぐらいやってたからさ、それすごく、まあ、時間は長かったけど、なんかその中でどうやったら古びれいかないかとか、何を感じたらいいのかとか、あんまり、なんだろう、インパクト勝負でもしょうがないし、なんか割とじっとり、じっくり、まあ、丁寧に見たいなと思うところは丁寧に作りたいなと思って作ったし、まあ、それでいて、そうだな、思い入れは多いよ。だってデジタルネイチャー犬を作ったのが5年前で、デジタルネイチャー犬を作ってから、じゃあ2、3年後に計算機の自然作ろうって言われて、未来館で、じゃあそれは僕らが見てきたビジョンじゃないですか。つまり計算機と自然で、自然の中にもデジタルはあるし、逆に自然の外っていうか、今まだまだ自然と呼ばれてないような計算機の中の自然にも自然はあるし、その両者がループして、人工物は自然物と混ざり合って、で計算機の中の質量のない自然は質量のある自然と相互的にフィードバックループを重ねながら新しい大きな自然を作りつつある。でそれは、そのビジョン自体はある瞬間は僕らのチームや、まあ、多分世界でもそんなに多くの人は、まあ、もちろん似たような指揮たすとかの考え方はあっても、指揮たすを超えて、じゃあ新しい自然を人が再発明するとか、じゃあ計算機が新しい自然を再発明する中で、じゃあ自然って何だろうとかずっと考え続けてる人たちっていうのはそんなに多くはなくて、その新しい自然のことを僕ら何十人かの学生と一緒にここ5年ぐらい考え続けてきた結果を、じゃあどうやって見せるのかっていった時、まあ、研究成果並べてもしょうがないし、逆に研究で分かったこと作ったもの並べてもしょうがないし、それでいてアート並べてもしょうがないし、じゃあ何を漂白するのか、どういったメッセージをそげ落として逆に表現に落とし込むのかってところは結構考えてたんですよね。だって例えばそこに社会的なメッセージって込めてもしょうがないし、そういうところを語る場じゃないじゃない。だけど社会的メッセージ込めようと思ったらいくらでも込められるけど、そういう話でもないっていう立ち位置の時に、じゃあその中で批評性をあえて削ぎ落としたことによって出てくる批評性って何だろうって考えちゃうじゃない。つまり普通だったらこういう批評性を持ってくるだろう、しかし持ってこないよねこの時っていう、あの感覚って、まあ多分普通はやんないんだけど、それちょっとダダイズムみたいなんだけど、ただその感覚分かってくれる人はきっと分かってんだろうなと思って、あえて喋んないんだこれみたいな、だけど物は並べたんだ、でもあえて言わないって、そっちには言わないんだねって思うようなものがいっぱいある。パンチカードで DNA 作ったりするし、じゃあそこでイルカがいるし、でもイルカを他のアクションにはつなげたくないし、パンチカードと DNA の間の関係性はそれほど考えたくないじゃない。
もちろん考えればいくらでもダークな話が引っ張ってこれるかもしれないけど、でもそういったことでじっくり考えてもらいたいということ自体が何らかの欺瞞かもしれないし、そしたら単純にじゃあ四進法ってなんだろうとか、じゃあ ACGT って何進法で表現できるんだろうとか、じゃあ DNA ってどういう構造だろうとか、じゃあ DNA の折り紙ってなんだろうとか、 DNA 折り紙の論文が出たのは2006年かな。でもそれからまあ15年ぐらい経っていろんな手法を使うようになって、でそれでいてあえて DNA 折り紙って折るんだみたいな、じゃあ計算機折り紙ってなんだろうとか、コンピューテーショナル折り紙のホールディングって何考えるんだろうとか、まあ、そういったことをこうずっと追い続けて出てきたやつをまあかいつまんでるように見えて意外と包含してるっていうか、その間の関係性見ながらまあ考えて考えて考えて作って、それでいて語り起こしもあるんだが、であえて語りすぎないように調整するっていうのが、まあ、すごく大変な作業だったような気もするんだよね。まあ、その中で言いたいことってやっぱり、なんだろう、問いをどうやって持ち帰ってもらうかってこと で、問いについて語りすぎてしまったら問いが問いの意味を持たなくなるし、まあ、自然や人間観や新しい自然についてもっと考えてほしいっていうのはあるけど、でその考えてほしい内容っていうのを語りすぎてはならないけど、でも考えを受け取れるぐらいの体験には落とし込まないといけない。じゃあ解像度って何なんだろうとか、機械学習人工知能って一体何を今オーディオビジュアルの上で成り立たせてるんだろうとか、じゃあ映像とかイメージとか物質とかの間にある関係性ってアナログとデジタルでどういう違いあるんだろうとか、じゃあそういったものって短歌って YouTuber とどう違うんだろうとか、日記文学と YouTuber は何が違うんだろうとか、じゃあイメージと物質オリジナルって何、その間にあるバーチャルとリアルの関係性って何、リアルとバーチャルって本当に太平関係なんだっけ、じゃあバーチャルとノミナルの違いは、名目上っていうけどバーチャルとの違いはじゃあ何、そういって出てきたものに一回性ってあるの、一回性があるものが価値があるのかな、 3D プリンターで作ったものって何か意味あるんだっけ、それとオリジナルとどう違うんだっけ、重さも形も一緒だったらでも材質は違うから違うものなのかもしれないよね。でそういったようなことをずっとこう考えながらものを作ったりとか、まあ、当たり前に中に用を解いていて、その中に社会的なメッセージ込める意味って何だっけやとか、逆に込めたら込める意味自体を失ってしまうんじゃないとか、まあ、そういったメタメッセージを受け取ってもらえればいいなと思いながら、まあ未来館のスタッフさんと何人かずっと考えながら作ったんだよね。それはなんか、まあ、逆にいろんな、まあ、未来の子供たちがそういうのを見てくれたらいいなとか、四季折々の日本って感じてもらったらいいなとか、じゃあ日本を感じる中に、じゃあ今のこの社会の、まあ、例えば筑波万博以降のベーパーウェーブなこの世界観に接続した筑波のメディアアーティストとかいて、それで違うメディアアーティストの系譜もいっぱいあって、じゃあメディアアートって一体何だろうとか、じゃあそこにあるメディアアートのアウトボックオブザボックスってどういう意味だろうとか、箱から出ることって何だろうとか、その中で批評性って言ってたものって一体何だったんだろうとか、でも批評性のあるメディアアートっていうのが本当にメディアアートの全てかって言われたら、その安寧な沼からどうやって出るかって昔アルスの取得家とかは言ってたよねって。でもそういった文脈を取りながら、じゃあどこに社会の中で生きる方向性があるのか、メディアアート壊れるしメンテナンス考えないといけないし、メンテナンス考えないといけない上で、じゃあどこに保存性がある場所があるんだろうと。でサイエンスミュージアムってアートのミュージアムじゃないって言われてて、ね、でもそれはそうで、そう言われてもそれはそうじゃないかもしれない。アートからアートの要素を漂白してサイエンスと合流したところにアートが残る要素って何だろうって、まあ考えてみるよね。だって民芸や日常っていうのはアートを包含してきたと俺は思ってるんだけど、でもそういったものってじゃあサイエンスの中に感じられないのって言ったら感じられるような気がするし、そこに見られるものにどの時代のどのアート性を見出していくかっていうのは、おそらく受け取り手からここ10年の問題なんじゃないかなって思うんだよね。でそれをだからどうやってカルチャーの中で作っていくか、例えばじゃあそれが茶の茶室、あれ茶室再構築して銀の林の中に持ってきたようなもんだけど、つまり銀の竹林があって、銀の竹林がある真ん中に茶室があって、しかし茶室はバラバラになってしまって銀の竹林の中に入ってしまった。だから茶を立てる道具もあるし畳もあるし、でその中に花もあれば掛け軸だってある。しかしそれはその形で保存されてない。日本家屋の中にあった日本のものっていうのがバラバラの銀の竹林の中に収まってしまっていて、それが違う形を保っているっていうのは、特殊な竹林や茶室ではあるんだけど、
その茶室の全体像っていうのがおそらく馴染んでいくと見えるんだよね。その見えた茶室の全体像をさ見た時に、まあきっと子供は多分何か感じるところがあって、先入観抜きでそれを受け取ったら、それはこんないわゆる前提条件が社会批評性がメディアとかミディウムって何、メディアって何、メディアコンシャスってなんだろうとか、そんなこと言わなくてもすんなり入ってくるやつはいると思うんだよね。で、そういうところをさどうやって次の世代に分かってもらうかっていうのは、うん、やっぱり考えたい重要な課題で、そこを考えたいから今でもやってんだろうなって思うところあるし、でもそうやって見てる中にやっぱ計算機、自然、そしてトランスフォーメーションオブマテリアルシングス、エンドトゥエンドで、そういったようなキーワードが散りばめられてて、なんだかね、音を聞きながら光を眺めてるだけで随分居心地のいい空間を作りたいと思ったんだよね。で、現に僕あの空間やるとすごい安らぐんですよ。なんだかそういった他のこと、まあ、考え抜いた末にあえて考えないとか、考え抜いた末に断片しか残さず語るのをやめるとか、まあ、そういったことを意識的に作ったものだから、まあ、そこにいる時間や空間、それそのものの方がそこで巡った考えを押し付ける需要かなと思っていて、でそれはなんかある種で達成されてるのかなと、うん、思うところは増えてきたよね。